皆さん、こんにちは。本日は佐世保市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関わる発表をすることになりました。皆様、大変お忙しい中にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございました。今日まで、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、感染症の拡大防止と経済対策という2つの側面から対策を講じてきたところで、ございますが、昨日、残念なことに本市在住の新型コロナウイルスに感染されました患者様がお亡くなりになりました。ここにお亡くなりになられました患者様のお冥福を祈りしますとともに、ご家族の皆様方に心よりお悔やみを申し上げたいです。それではお手元にお配りをいたしております佐世保市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。まず本市の現状でございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本市の主要産業である観光産業をはじめ市内経済に大きな影響が及んできております。また市民生活においても全国的な感染拡大による生活への不安、感染への不安が増大をいたしております。このような状況から、事業者の連鎖的な廃業、閉店を防止するための経済的対策および市民生活安定化のための支給の対応が求められている状況でございます。個別に申し上げますと、感染拡大に伴い感染を避ける自粛行動が拡大し、地域経済、事業者の方の経営への影響が深刻化をいたしております。本市主要産業である観光産業、宿泊や飲食業等への影響が特に甚大になっております。これは全国的に行動制限、あるいは営業自粛、営業制限等が行われているというようなことでございまして、特にこの観光産業等につきましては影響が甚大になっているということであります。令和2年4月16日の緊急事態宣言の全都道府県への拡大により、ゴールデンウィーク中の経済効果が大幅に減少することが見込まれております。事業者の方に限らず、感染拡大、市民生活への不安感が増大していることも実であろうかと思います。このような状況から、本市市議会からも経済対策及び市民生活についての意見書や緊急要望をいただいているところでございます。このような現状認識を踏まえ、本市の経済対策の基本方針といたしましては、経済、生活と日本の柱を立て、経済面では市内事業者の廃業、閉店を防止し、経営及び雇用の維持、継続を支援していくこと、また生活面では市民の健康と生活を守るため、感染拡大防止と生活の安定を図ることといたしております。この基本方針に基づきまして、国・県の施策と合わせ、市内経済・市民生活において、影響が甚大な分野への集中的かつ切れ目のない対策をスピード感を持って段階的に適切に展開をしてまいりたいと思っております。各段階につきましては、国の経済対策開始までの間をつなぐ緊急対応として、スピード最優先で本市単独施策を実行する緊急支援団体、国の経済対策補正予算を積極的に活用し、大規模な支援策を実行する安定化支援団体、国が創設を予定しております新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を積極的に活用し、本市独自施策を実施する計画的支援団体、以上の3段階での展開を行うこととしており、3段階合計での財政投入額は約15億円を見込んでいるところでございます。これにつきましては15億円以上になる可能性もございます。今のところ約15億円ということでございます。各段階で実施予定をしております事業でございますが、第1段階緊急支援段階では、特に経営への影響が大きい飲食店、宿泊業、貸切バス事業者の皆様を対象とした緊急支援給付金など、経済支援4事業、公共交通感染症拡大対策にかかる給付金など、生活支援2事業を展開いたします。
飲食店事業者緊急支援給付金につきましては、飲食店事業者対象の経営支援給付金として1店舗あたり一律20万円を給付いたします。約2000店舗支給総額約4億円を見込んでおります。宿泊事業者緊急支援給付金につきましては、下限30万円上限300万円として、ホテル等の想定員数かけ3万円民泊の事業者の皆様につきましては一律10万円の支給となっております。支給額約1億3000万円を見込んでおります。貸切バス事業者緊急支援給付金につきましては、保有される貸切バスの台数かけるの10万円での支給となっており、支給額800万円を見込んでおります。企業相談ワンストップ窓口につきましては、松浦町に開設をいたしております産業支援センター内に常設のワンストップ窓口を設置し、新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない中で、経営上の課題や雇用調整助成金の活用にかかる相談などについて、中小企業診断士や社会保険労務士等に無料で相談をいただくことができるようにしたいと思っております。公共交通感染症拡大防止対策につきましては、市民の皆様の移動手段を最低限確保する必要があることから、消毒薬等の購入費用として定期路線バスやタクシーの保有台数に応じた支給を行うこととしており、支給総額800万円を見込んでおります。新型コロナウイルス感染症対策医療機器等整備事業補助金につきましては、帰国者接触者外来設置病院を対象とした感染症病床の確保に必要な医療機器等の整備にかかる補助金として1808万円を見込んでおります。以上、第一段階として緊急支援段階6事業、支給総額5億7337万円およびこれにかかる事務費につきましては、これらの対応に拒否することなくスピード感を持って取り組むこととしたことから、中央自治法第179条の規定により専決処分したところであります。なお、給付金支給の4事業につきましては、4月27日来週月曜日から受付を開始いたします。飲食店の皆様向けの申請書は市ホームページにてダウンロードが可能となりますが、市役所本庁そして各支所等にも順次申請書を設置することといたしております。その他の給付につきましては、対象となる事業者の皆様宛に申請書を郵送いたします。振り込みにつきましてもスピード感を持って行いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして、5月以降実施を予定しております第2段階安定化支援段階では、国の経済対策補正予算を活用し、生活支援として1人当たり10万円の一律給付金、特別定額給付金および子育て世帯への臨時特別給付金事業を行うともに、経済支援として経営に大きな影響を受けている事業者への臨時給付金である持続化給付金事業に取り組みます。また、国県の施策を見据えての本市単独施策第2弾として、小売業、サービス業など影響が著しい業種の減収事業者の経営が安定的に持続できるよう、国の持続化給付金や賃料助成制度関係の動向を踏まえながら、切れ目のない市独自の支援制度を創設したいと思っております。最後に、6月以降に実施を予定いたしております第3段階計画的支援段階では、新型コロナウイルス感染症対応中央創生臨時交付金を積極的に活用する本市独自施策を実施することといたしております。その時点での状況を的確に分析し、策定する計画に基づき、実施をしたいと思います。計画策定にあたっては、本市の産業構造や生活環境等を踏まえた独自の計画策定に努めてまいりたいと思っております。現在非常に猛威を振るっている新型コロナウイルスですが、本市といたしましては、経済支援、生活支援、いろんな柱といたしまして、事業者の皆様の経営および雇用の維持、市民の皆様の生活維持の下支えを本経済対策によりスピード感を持って実施をしてまいりたいと思っております。以上でございます。